行くか。よし。どうも頭が回らないな。おかしな夢のせいだ。夜中のテレビも夢だったと思いたいね。夢の中で彼女はドロイドと呼ばれる機械の体に入っていた。自分の体がないってのはどんな感覚だろうか。多分ずっと未来、研究所みたいな場所の夢だ。出てきたのは如月富、あの子だ。わざわざ電波ジャックまでしてテレビから話しかけてくる本物の稲葉美雪。俺のことをなぜか知ってて、俺にしか頼れないと来たもんだ。ドッキリ番組なんじゃないか。お？ゆきちゃん見っけ。ゆきちゃんは学食かな。行ってみるか。あ、ゆきちゃん。網口。会いたいと思ったらすぐに会えるなんて。俺たちは運命の赤い糸で結ばれてる。何言ってんだお前。ゆきちゃん、その呼び方やめろって言ったよな。ヘイシー、おいしい。ビタミン C はお肌にいいよね。なっちゃんが飲んでたから飲んでるだけだ。口寂しいんだよ。タバコがねえからな。今日乗ってきたからバイク隠してあるんだ。今からどっか行こうよ。行かない。海とかどう？景色のいいとこ知ってるんだ。行かないってば。行ってみたいところはないの？昔の思い出の場所とか、うん、今思ったその場所、君が行けない理由でもあるのかな。そんなわけないだろう。母方のばあちゃん家には親が離婚した時から行ってないから、どうしてるかなとちょっと思っただけだ。ふむふむ。あ、かまかけやがったな。行こう。は？ばあちゃんに会いに行こう。何言ってんだ。隣の県の浜梨だぞ。ほら見ろバカ、遠いって。いや行こうよ。俺も行ってみたい。距離にして片道100キロ前後だ。え？さあ行こう。おい、行けば確かめられる。昨日のテレビが言ってたあの話も。しゅうくん、そこがどこか教えてあげる。どこって俺の家だろ。そうじゃないの、君が住んでいるその場所のこと。あ？君が世界だと思っているのは直径30キロメートルしかない居住区。居住区？あ、世界中のニュースが毎日舞い込むのに30キロメートルしかない？いくらなんでも突飛すぎるよ。その反応は当然ね。だから自
分の目で確かめて、つわぶきバイパスの一部を解除する。今の君なら真実が見えるはずよ。世界の果てに行ってみて、居住区の外壁に。何なんだ。なんでこんなことに。何？何か言った？無計画だな、網口。俺なら往復で2時間以内だ。日が落ちる前に余裕で戻れる。それよりさ、おばあちゃん家の思い出教えてよ。田んぼばっかりの片田舎だよ。それで？ばあちゃん家には夏休みよく行ってた。朝もやん中、あぜ道歩いてラジオ体操行ったりさ。俺の田舎でもそうだったな。昼にはばあちゃんがスイカ切ってくれてさ、川で泳いで魚手づかみで取ったな。裏山の欅にもセミ取りに登ったっけ。変だ。何が？俺の祖父の実家にも裏山に欅がある。俺もクマゼミを取りに登った。へえ。川もスイカも同じような経験の記憶がある。田舎の思い出なんてどこだって同じだろ。それが変だって気づいた。市の中心地からそろそろ15キロ。このトンネルを抜けたら県境だ。信じられない。俺たちが30km しかない隔離された場所に、巨大な居住区に住んでいただなんて。よし。女子トイレの事件はまだ謎だらけだが、なっちゃんが関わっているのは確かだ。他に手がかりになるものがないか探そう。リンゴジュースだ。ガキの頃よくなっちゃんと一緒に飲んだもんだぜ。探しましたよ。またここにいたんですね。カバン取ってくるか。私も行きます。
矢島。おう。道開けろよ。ああ、俺に命令してんの。絡むな。相手する気はねえ。すみません、遅くなっちゃって。タイミングの悪いやつ。あの、この方たち、高宮さんのお知り合いですか？ああ、こいつの出しなら俺とも仲良くしねえとな。おい！手出したら分かってんだろうな。ああ、分からねえな。てめえ、分からせてやるよ。おめえには借りがあったな。下がってる、ハイバー。ここで返してやる。てめえ。お前ら何をしている？やっちまった。学校に札呼ばれるとは。なあ、もう帰っていいだろ。ダメだ。まいっ、定額なんて食らっちまったら、メガネがなんていうか。こら！お手洗いはどこかなと。わかったわかった、おとなしくしてる。あとは任せてくれ。はっ。鬼兵のおっさん、相変わらずで安心したよ高宮。輪島たちは逃げちまってわからんが、捕まった仲間二人は軽傷だな。あいつらに連れてかれてから心配してたんだぞ高宮。転校していたとは。何があった？特務機構の奴らと関係があるのか？知ってるなら話しちゃくれねえか。おっさん、悪いが言えねえんだ。半年前くらいに輸送中の重機の事故とされた事件があった。その時事故に巻き込まれた東雲涼子と名乗る少女を保護したが。東雲？お前の時と同様、強引に特機の奴らが連れ去ってしまった。彼女はこう言ったんだ。怪獣と戦うために未来から兵器と共に来たとね。まさかその話信じたのか。最近また重機の事故があってな、天幕で隠される前にたまたま現場を見た。俺にゃあれが建設機械とは到底思えなかった。この街で何かが起きてる。知りたいんだ。話しちゃくれねえか。未来から兵器と共に来たか。なっちゃんのノートにもタイムトラベルと兵器らしきロボットのことが書かれてる。鬼兵のおっさんは大人でも信用できる方だ。話して協力してもらうのもありか。特務機構のことは
そっちでどれだけ分かってるんだ。かなり上の方とつながってるようで、下っ端じゃ手出しできん。俺の分かる範囲だと、奴らは敷島重工をいろいろと調べてる。だろうな。どこまで本当か知らねえが、メガネの話じゃ敷島が核爆弾積んだ兵器を作ってて、その兵器に何人かの子供が関与してる。そいつらを監視しろと転校させられた。子供？東雲涼子も桜高校にいる。先週から行方不明になってる南夏乃を警察では探してないのか？南夏乃？こっちに届け出は出てない。桜高校の1年だ。奴らが探してる。何か分かったら教えてほしい。俺も探してみよう。見てくれ、銃器搬入で行動を制限するための書類だ。彼女が乗ってきたといったものは敷島重工の新しい造船ドックに運ばれてる。ここへ行けば銃器が何なのか、なっちゃんに何があったのか分かるかもしれない。鬼兵のおっさんの話を聞いて勢いで電車に駆け込んじまった。敷島重工の造船ドックね。そこに一体何があんのか武者震いがするぜ。ロボットが運び込まれた敷島重工のドックは港近くの埋め立て地で、倉庫ばかりの寂しい場所にある。このまま終点まで行って施設の近くで待とう。忍び込むなら暗くなってからだ。尾形じゃねえか。ん？高宮。何やってんだ尾形。見りゃわかんだろ、帰るところだ。お前の家ってなっちゃん家の近くじゃなかったか？そりゃ小学生の時だろ。今は自陣地に住んでんだ。お前はどこ行くんだ？え？まあ、その海を見にかな。大丈夫かお前。腰巾着みてえなあいつはついてきてねえのか？相葉エリカのことか？相葉？尾形は D 組だったよな。同じクラスだろあいつと。あ？あいつは相葉じゃねえだろ。相葉はずっと休みのままだし。まもなくアケビ、アケビに止まります。お、俺は次で乗り換えだ。階段近くに移るわ。じゃな。相場じゃない？それならあいつは誰なんだ？ったく、何を信じりゃいいんだ。この目で一つ一つ確かめるしかねえか。まずは敷島の兵器だ。ずいぶん警備が手薄だな。簡単に忍び込めたぞ。とはいえこう暗いと何も見えないな。 D 組の尾形が言うには、相葉エリカは別人だ。なら私につきまとうのは誰なんだ？何の目的で私に？ん？何の光だ？なんだよこれ。肌が光ってるのか？そういうことだったのね。いや、
その声は東雲涼子。なんでこんなとこにいるんだよ。それはこっちのセリフよ。おい、それお前の足も光ってる。この光は何だ。私たちが搭乗者だから反応しているの。搭乗者。14番機の呼びかけに。なんだこいつは。こいつが運び込まれたっていう。来るべき戦いで我々の操る武器で、そして君もこれに乗ることができる一人だ、高宮ゆき君。てめえはリストに名前のあったゴーとレンや。我々の。これは私の騎兵よ。騎兵？これが騎兵？なっちゃんが探してた宇宙人と戦うためのロボット。宇宙人？あの子、宇宙人と戦うつもりだったの？お前らはこれで何する気なんだ。怪獣から世界を救うのよ。これは四季島が作った兵器なんだろ。作ったのは四季島じゃない、我々だよ。お前ら何者なんだ。我々にとってここは過去の世界だ。タイムトラベル？本気で言ってんのか。騎兵は未来世界で作られた兵器だ。どけよ。お前ら二人で私の相手になるか。そうはいかない。君も騎兵に関わってる。私は関係ねえ。さっきの光が証拠だ。私に何をしたのか知らねえが、付き合ってらんねえよ。どうでした？何度もコードが書き足されてる。彼と何度も接触を。おそらくこの子の近くに。お前は保健室の。高宮ゆき、もう少し調べたいわ。何を。
援護を頼む。必ず勝つのよ。頼むわよ。しっかりしないと。どう動く？訓練どう？早く敵を倒さないと。援護して。頑張れ私。
はいかんな。君は立てんぞ。出直してこい。何をやってるの、ゴート君。ゲートの使用は禁止したはずよ。先生は歴史に興味がおありですか？私は知りたい。定説通りなのか。例えば邪馬台国がどこにあったのか。本能寺の変の事実も確かめたい。中学で提出した研究論文を充実した報告書に直すことができる。残念ながらゲートで行けるのは決まった時空だけだ。一体どうしたの？真実を知りたい。それだけです。大丈夫？あなたらしくないわ。私を理解したと勘違いしていますね。そう、それは誤解だ。ともかくゲートの操作はやめなさい。ここは封鎖するわ。まるで隠し事でもあるようだ。隠すことなんて。待って、いいですか。私がこうしてメモを取るのは理由があります。コンピューター上の情報は虚構だ。信じられるはずがない。そう思いませんか？やはりおかしいわ。おかしいのは私じゃない。あなたが変わった。その理由は何です？何を？森村先生、あなたは
本当は誰なんです？探査装置で何か分かったかい？地上はどこも壊滅だけど、自動工場だけはフル稼働してる。怪獣の大増産よ。やあ、慣れたかい？この40年間にテクノロジーが煩雑化せず統合の傾向にあるのは驚かされるよ。昔の人間とは思えないね、君は。どうでしたか？予想通りよ。だろうね。どこも原発は安定してる。他国も同様の状態ね。奴らは自動工場を止めないように攻撃してる。自動工場というのは大きな工場なのか？自動化が進んだ結果、2080年頃から工場を単一で扱わず、全ての管理が自動なんだ。世界中にある12億の工場が統合されたシステムだよ。顧客の要望をもとにコンピューターが設計し、効率のいい部品発注から組み立てと製造の管理も自動で行う。人がその工程を把握する必要がなくなったんだ。何でも作れる地球規模の製造工場さ。世界12億の工場が自動管理され一つになった世界規模の製造システム、 D と呼ぶ機械の怪獣を自動生産し続けている。コルカタとチェンナイのプラントを調べてみたわ。この時代最大級の工場プラントだ。稼働率がここ3日で2倍になってる。前回と同じか。時期も合ってる。次の動きは間もなくね。森村さん、本当に私のいた2064年もこの時代のように攻撃されるのですか？間もなくあいつらは2064年にも現れる。それだけははっきりしてる。繰り返しよう。いや、少し違う。前回では騎兵はなかった。そうね。そっちは何か収穫があった？多少は。一部だが、地下の中枢からデータを引き出せた。ゴート君。ニュースのアーカイブです。事件報道なんですが、記録された年代に驚かされますよ。いつのデータなの？2188年。今いるこの2104年よりさらに未来の記録です。見せて。20日未明、人身売買斡旋と違法クローンの疑いで入念者の役員ら8人が逮捕されました。当局は記憶の書き換えが目的の犯罪と見ており、組織的な手口から余罪を追及しています。記憶操作の犯罪は年々増加の一途です。インナーロシターなどのナノマシンを介してシナプスに記憶情報の書き込みをする記憶操作で、近年さまざまな犯罪で使用されてきました。今回の逮捕と類似のケースで、記憶を他の体にダウンロードする生まれ変わりが目的で行われた犯罪だけでも昨年1年間で検挙は460件に達しています。2188年に起きた入面者による事件の記録だ。ナノマシンを介し体を乗っ取る犯罪に幹部らが関与していた。記憶のダウンロードなんてできるのか？2188年6月の事件です。伊田君、彼の話は続きがあります。
このニューメンという会社に関連した記録がもう一つあります。その3ヶ月前、3月のニュースです。インナーロスターの大手ニューメン社を四季島が POB で買収しました。四季島の CEO のコメントです。22世紀、ナノマシンは飛躍的な発展を遂げました。肉体そのものを情報端末に変える技術、インナーロスターの登場で人類は一段進化し、今では誰もが当たり前に世界そのものを共有することができます。その先駆け、ニューメンのナノマシン技術は今後四季島の事業全分野で新たな原動力となるでしょう。これにより四季島はインナーロスターの世界市場でシェア第3位に躍り出ました。ニューメン社の事件の3ヶ月前、世界企業の四季島はニューメン社を買収。インナーロスターというナノマシン情報技術で世界トップレベルの企業となっている。コメントにあったインナーロスターというのが僕たちの体にあるナノマシンだと思う？おそらく。ここでも四季島ね。事件の発端がさらに未来だとある程度予測できていたけど、2188年か。この2104年より未来へは転移できない。残念だけど確かめようがないわね。今はこの件を追うよりゴート君が育った町を守らなくては。確かに時間はない。準備を急がないとね。2064年の学校に戻って他の二人の適合者の協力を得ねば。ゴート君、僕たちは騎兵の模擬戦闘だ。一緒に頼むよ。ええ。すみません、先生。1985年で場所の用意が手間取って何日もこんなところに。非常事態なら仕方がないわ。ところでこの格好はあなたの趣味なの？お気に召しませんか？見た目の年齢を考慮して目立たない服を用意したつもりですが。歩けますか、先生。私を呼ぶときは千尋でいい。人前に出たとき怪しまれる。はい、千尋さん。さんもよしなさい。しかし、よく私を見つけられたわね。記録を見ました。あなたの意識がこの子供にダウンロード済みだという記録を。この体は私のコピーよ。あれは適合者に戻れるかの実験だった。結果は失敗。だから記憶を封じたの。適合者とはゲートや騎兵を操作する資質ではないのですか？中枢の操作ができるのは適合者だけ。昔は私も適合していた。でも全て巻き戻った時、適合できなくなったの。それがどれほど重要なことか、あなたにもいずれわかるわ。 UFO の中枢の操作ができる人間、適合者は体の中にナノマシンを持つ。私の本体は今どうなってる？先生はもはや別人です。乗っ取られたのだと推測しています。記憶の上書きを。
明らかにこれまでと言動行動が異なります。今の彼女の行動は騎兵計画に反している。まるで426です。あるいはそのものかも。それで私を起こしたわけね。それだけじゃ証拠不十分よ。どちらにしても調べる必要があるわね。何せ私の記憶が封じられてから5年が経っている。起こされてみれば4セクターがこの惨状。まず5年間での出来事を教えて。いいですよ。でもここは落ち着かない。1985年でお話しします。設定はこれでいい。あとは生体認証がうまく通るか。特定の制限を解除できたようだ。これで森村先生の ID を通せば先生の記録にアクセスできる。あった、彼女が残した記録だ。記憶を上書きするあの事件、あれと同じ手法で自分を作ろうとしたのか。適合のために。適合はナノマシンの違いではないのか。まだあるな。最後に記録されたものだ。リナ君も戻らなかった。残った騎兵も汚染されて使えない。もう取れる手はあまりない。イージス作戦をやるしか。これは人類の未来を犠牲にするになる。私にその決断ができるだろうか。だけど私と彼が存在するためにはこれだけが残された道だ。森村千尋が UFO に残した最後の記録、イージス作戦について語っている。森村千尋と彼が生き残るために人類の未来が犠牲に。彼が誰を指しているのか。騎兵が汚染されたあの戦闘の後、森村先生が提唱し推進している作戦だ。どういうことだ。私の名で登録された記録がある。記録などした覚えはないが。
私だよ、ゴーとレイヤだ。クレジットは確認したか？では問題ないはずだ。手配しろ。いいか、どんな手でもいい。彼女を始末しろ。あの計画を阻止するんだ。黙れ、それはお前の仕事だ。彼女の計画を容認すれば我々は破滅だ。止めるんだ、森村千尋を。今のは私なのか。この男は2188年の敷島の重役だ。私の未来の姿なのか。誰かとの通話記録のようだが、相手の声は記録されていない。だが話の内容はわかる。森村千尋の暗殺を指示してる。私が